がとうございます。さよならを言う前にという曲と醤油と続けてお送りしました。改めましてこんばんは、まやです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。もうね、平日のね、土日明けの月曜日のね、もう言うたら10時過ぎてますね。すいません、ほんまありがとうございます。遅くまで残ってもらってね、ありがとうございます。ここからまた、30分ほどまやお付き合いいただけましたら嬉しいなと思いますので、よかったらね、ちょうどいい時間帯になってきたんで、お酒もゆっくり飲みながら、全然歌ってる間でも注文飲んでくださってます。羨ましい限りでございます。もうね、なんかね、この時間だと逆にワクワクするんですよね、私ね。もうね、そういう生活をしてまして、ミュージシャンってそんなもんかな、そんなもんやということにしとこうかなと思っておりますが、ぜひよかったらどんどん飲みながら喋りながら楽しんで音楽と一緒にしていってもらえたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そんなマヤ、先にチラシ配らせてもらったんですけど、普段三宮の方で路上ライブ中心に活動しております。週3日4日5日6日と路上ライブしてまして、こうして土日とかライブ呼んでもらったらいろんなとこ歌いに行ってみたいな生活を日々日々、年から年中繰り返しておるんですが、なんせ今寒い。もうね、いや言わんでも分かってもらえるけど寒いんです。もう来週ぐらいからかな、そうしたらね、すっごい天気予報に敏感になるんですよね。2桁切るとやっぱりもうちょっと路上出るのはきつくなってくるんですけど、マイナス2度までは歌えるって去年分かった。私もちょっと更新記録していきながら歌わせてもらおうと思います。普段ね、センター街の入り口とか交通センタービルの前とかで歌ってますので、またねお見かけいただけたら声かけてもらえたら嬉しいなと思いましてしております。マヤです。こうやってキーボードで立って